ここの駄菓子屋さんなら人が少なくてゆっくりできそうだね。お、のぞみちゃんの分のかき氷も出来上がったみたい。はい、ありがとう。じゃあそこのベンチに座ろっか。だけど会場から少し離れただけなのにこんな穴場があるなんて思わなかったよ。あの辺りで人が集まってるせいでちょうど見えにくい場所になってるみたいだね。回り道した時に偶然ここを見つけてラッキーだったにゃ。そうよね。あ、このかき氷すごい量、カップから溢れるくらいに山盛りになってるよ。リンはいっぱい食べたかったからすっごく嬉しいにゃ。のぞみちゃんのかき氷はその味にしたけど間違ってなかった？うん、練乳がかけてあったりフルーツが乗ってたりするのも好きだけど、やっぱりかき氷の基本はこのシロップがけだからね。あ、そういえば会場の方にもかき氷を売ってる屋台があったよ。台湾風って言ってたけど、のぞみちゃんは知ってる？それってシェーファービンだね。確か練乳と牛乳を凍らせた氷を削ったものだって言ってたよ。雪みたいにふわふわの食感なんだって。へえ、美味しそう。じゃあこれを食べ終わったらそれも買いに行って食べるにゃ。リンが並んで買ってくるから任せて。あ、だったらみんなと合流した後で行こうよ。二人で食べるのもいいけど、みんなと一緒だとまた違った楽しさがあると思うからね。